あと30ポ6インポトインでト。ゴールド2ですね。あ、早いですね。6ポイントだ、あと6ポイント。プラチナになったら一回やめた方がいいで。絶対やめる。マジでやんない方がいい。プラチナ行ったら3回ぐらいやろうかな。で、現状知ってやめる。いや、本当にね、マジでやらん方が二度ダメだと思う。だよね。とりあえずプラチナになったらプラチナ組で行きますか。そうね。そして、だって社長さんとか深村さんとかせっかく上げたのにまた下がっちゃうから。え、でもプラチナ倒せるよ、敵。なんていうか、ハゲロさんたちとやってたけど、ちょっと結構攻撃食らってたから、ちょっといけそうだった。プラチプラチナ？ナ？プラチナ行ったの？プラチナだっけ？ダイヤモンドだかなんか。なんかダイヤモンドとプラチナが混同されてるっていうかね。プラチナ行ったの？マジで？どっち味方かが言って強た？ければいけるんだよ、プラチナなので。カマルさんと社長さん、どこだ？社長さん見つからない。いや、でもね、マジで勝てないで、普通な。普通にうちは負けるもん。社長さん、来た。あとは深村さんだけ。あ、そうですね、俺、ゴールドもまだなんで。ていうか、普通に野良で行ったらシルバーの子なのに、俺、なぜかゴールド隊で絶対やってるから。上がるのもっと早いっすよ。そうですね、シルバー隊でやったらもっと早いっす。確かに。ゴールド隊が強すぎる。ゴールド隊も結構強いっすからね、言うて。でも自分、あれっすよ、回線さえ良ければ、うちは、まあまあ勝てる自信あります。素晴らしい。あとは、回線って感じで。もう、試合は、回線は大事だと思うんで、頑張れば。頑張れば。いや、絶対、あれっすよ。今日あれ、どこだっけ。ベルギーサバで、やったじゃないですか。いつも、夕方、もう、午後7時から、あなたに、こう7時から自分あんな感じですかね、毎日。やばいっすね。そうそう、今日は今はまだいい感じなんですけど。自分あの状態で普段から打ち合いしてるんで。なんか検品の作業、スポンジだったかちょっとやりづらかったんだよなっていう。スポンジを箱から出すから跳ねるは入れづらいわで、ちょっと。あと別のものを検品したい。それだったら次仕事やってもいいけど。だけど、交通費節約するために、自転車でちょっと行ってからやってるから、しかもちょっと遠いというか、駅に着いてからバスに乗ってたり、歩いたりするから、ちょっと。ちょっと続ける気にならないっていう。近場でできればいいのにな。急
あっち側に上に倒して、48も置いときます。単発バイトとは？単発バイト？単発バイトってこの、あれ違いますわ。カードに。カードに読んでるし。カードに使ってます。何やったの？スポンジの検品。カービンもう一丁です。リボージョン、いやもうひたすらだったね、ほんと。しかもずっと立ちっぱなしっていう。まあ時給1200円だったんだけどね。ああ。羨ましいな。一時働いた1200円をもらえるなんて。だから合計で9000円、1日だけで9000円。何時間だっけ、8時間だっけ、何時間かな、8時間。いやでプラス30分で自分9時間働いて500円しかないんだけど。え、9時間働いて500円。いや実はブラックはいいところ、お手伝いだけど、そのいろいろなんか、めっちゃ森みんなが入らされて、その中でいろいろ作業をされるんですけど、そりゃ広いな。きっとアフリカと一緒じゃん、それ。沖縄ってアフリカだったのかよ。いやアフリカでももっともらえると思う。いやそうでもないか。例えば北朝鮮ってなんだっけ、年収がいくらなんですか、3万円、1万円なんだっけ、確か広かったような。あ、ターボチャージャーあったのか。韓国は北朝鮮にこびるより日本にこびた方がいいんだよ。そして北朝鮮、そうじゃないか、北朝鮮になるんだから日本にこびた方がいいだろう。てか日本時代は何も言ってなかったくせに、日本自体終わってからなんか日本から独立したみたいに言って、自分がやられたと思ってバカらしい。さっさと仲良くしろって。絶対その方が、まあ一般市民はそうだけど、しかも同盟国だろって。ガチで北朝鮮になりたいのかよ。しかも韓国だけ日本と併合されてて、で他に併合された国なくて、で韓国だけ成長してるけど、それはなぜかっていうと日本が併合してたからだよ。日本が併合しなかったらあんな発展はなかっただろうに。それが分かってない。それさえ分かればいいのに。ロング拾わなかったんですか、あったけど。
ハゲロウさんとやりたいね。ハゲロウさんとひまわりと私でやれる。やっと、とつろう。ハゲロウさんもプラチナ。早くなくね。金の次。え、プラチナ？ハゲロウさん？うん、そうだよ。あ、早すぎ？ちょっと。とつったんだと思う。え、本当だよ。アーカイブ残ってるよ。やばくね？え、この間まで普通に。うん。ダイヤ、ダイヤじゃねえや。でもゴールド4だ。でも上位にさえ入れさえすれば、ヨーヨーと上がれるから。でも私たちと一緒の時には そこまで強くなかったよね。あ、でもいや、私のエイムも結構いいって、なぜか。あー食らった。グレン向こうか。あ、はい、これが強いんだよな。待って、スナイパーでミラージュを殺そうかな。どこにいるんだろう。向こうは強い。え、部活させられてる、ミラージュ。なんでよ、せっかく合わせたのに。おぉ、あ、いる。あ、そう、頼みます。よし、行きます。舞台全滅。よしよしよし。ボリッシュロケット、ヘビーがたくさんある。シールドバッテリー。よしよし。カクマがライトか。ライト私もない。それでいくらってどういうこと？それでいくら、そう、コメント見てたけどちょっと対応できなかった。なんて言えばいいか分かんなくて、あの9000円もらえた。稼げた。まだもらってないけど稼げた。29200円。なんか結構田舎の方行ったけど、田舎の方も悪くないもんだな。どこ行ったの？え、どこ行ったかは言えないよ。ディスコードでだったら言えるけど。で、田舎の方からも都心にちょっと行けるってのいいよね。でも帰りがつくそこまであるから、やっぱでっかいだわ。無理無理。あ、そういえばね、あ、別に言わなくてもいいんだけどね。あの、デブな人がね、彼女にね、電車で、あの、さりげなく顔にキスしてた。やば。臭そう。いや、別にデブなのはいいのか、いや、良くないのか、そう、うん、何なんだろう。あ、なんか、ここら辺、飛んでた気がする。あ、なんかやってるか。惜しいところもいっちゃいますから。はい、ここで速攻きすると強い。マジで食らわないから。ん？敵の仲間だ。ここの家の中で。家の中か。いるように見えた。ヘッソ入れた。やばー、あいつも。ヘッソ入れた。私はここにいますね。出てないヘリ。ヘリシーって出てない。新マップどうした？めっちゃ楽しい。歩兵戦超楽しいよね。くっそ楽しい。
参加しよう。変じゃない、変じゃないマックって最高やな。飛行機もいない。マジで簡単。なんか手頃で短い場合じゃない。次からちょっと短い場合と入れよう。ああ、ナイスです。壊れた。ダメージ食らってる。あ、キルレ1なんですけどね。あ、何でいけば今いいんだ、別に。いい、いい。マイナスじゃない。ほんと。よし、壊れろ。仲間のコースティックのガスが作動できるようになったっていうのはちょっと強いかもな。ちょっと待って。はい、結構当ててる。仲間がダウンか。参加できねえ。ちょっと援護頼みます。頼みます。マジか、ダウンか。間に合い間に合い、ちょっと見ててください。はいはい、仲間仲間。俺勝てて1対2。当たんないんだこの距離。あ、もうなあ、もうなんかそう、入れたかな。マジか。あ、俺そこに入るわ。無理、回収できない。回収できるかな。ああ、無理だ。結構エイムなんかうまいんだけどね、今日。外出るとマジで適応能力上がるから。立ち回りも悪くなかった。さて、こっからワトソンでどう出るか。ライトアモンが欲しいところなんだけど、ライトアモンないから。ちょっと遠距離でパスパスやるしかない。ちょっと先的に見つかった。マリカ始まってる。始まってない。あ、マジで？順番待ちみたいな。あ、プレイの時間が止まってる。やばい。これ死ぬな。ああ、ダメだ。